ホアキナでベドルナは、スペインカタルーニャのカトリック教会の修道所、聖人、愛徳カルメル修道会創立者。ホアキナは、ベドルナ第五子として、バルセロナで誕生。父、ロレンソは、交渉人で敬験なキリスト教徒で、母、テレサも同様であった。ホアキナは成長し修道所になることを抱き、12歳の頃、 憧れていたカルメル会入会を申し込みに、地元の修道院に赴いたが年齢を理由に、受理されなかった。その後、彼女は、貴族青年、テオドロデマスと婚約。理由は、マスガベトゥルナの三人娘のうち、自分が買ったアーモンド菓子を持参し、これを喜ぶ人を自分の妻にすると述べ、ホアキナはそれを喜びますの条件にかなった。1799年、 15歳で結婚、父をはじめ一族に祝福されたが、夫側の親族は出席していなかった。理由はテオドロが両親に結婚する報告をしていなかった。またマスケは裕福な家庭の女性との婚姻を望んでいた。事実、ホワキナは義理の両親から無視されたが、幸い夫が味方についていたため和な家庭を築き、女男七女の母、妻としての役割を果たした。 しかし幸せは長く続かなかった。1801年、父ロレンソ死去。1808年、ナポレオンのスペイン侵攻で、テオドロ出生一家揃って避難した。その途中、休憩をとっていたが失素な姿をした女性が近づき、ここにいてはなりません。敵が近づきますと警告し、一行はその場を離れエルクロデラモラに到着、ホワキナはお礼をしようとしたが、 女性の姿はなかった。彼女は、聖母マリアが助けたのに違いないと感じた。その間、子供二人を亡くし夫と再会した。だが1816年、夫が死去。ホワキナは悲しみにくれたが、ある日、今、あなたの夫は死んだ。さあ、今から私はあなたを選ぶとキリストの声を聞いた。夫の死後、遺産相続をめぐる争いが起き、ホワキナは、 夫側の親族を財産と邸宅を譲渡、別荘を退き、子供を教育しながら、病人を世話し、質素な生活面を送るようになる。ある日、ベドゥルナはカプチン会司祭、エステバンデオロと出会う。司祭の出会いが彼女を生涯を一転させた。ベドゥルナはオロの指導を受け、自分が望んでいた、感想修道院ではなく、活動修道解説率が使命であることに気づく。 その間、長男、次女は結婚、他の娘らは、修道院に入りし、孫を持つ祖母となった。1825年、フランシスコ会第3回入会、修道服を着用、修道所としての生活を開始。周囲から嘲笑されるがベドルナは厭問わずその道を歩み、1826年、新たに就任した司教の提案で、カルメル山の聖母を保護に置く、修道会、 アイトクカルメル修道女会を設立。9人の同志で始めた、修道会に混乱が伴い、途中退会する、もの、行政の介入、指導者イステバンの死、実刑から礼遇され、さらに息子の逮捕、自分の投獄と不幸、不運に見舞われるが彼女は、修道会の発展の力を緩めなかった。フランスへの2度亡命し、旧友との再会、旧友から援助を受けた。 1843年、バルセロナに帰還、未完成だった、会見を完成させた。1849年、最初の発作に襲われ、その後、言語障害、半身不随に侵されるが彼女の心は神に向いていた。1854年8月28日、これらに感染式典。カトリック教会は、彼女の聖徳を認め、 1940年5月19日、ローマ教皇ピウス12世により、劣福。1959年4月12日、ヨハネス23世により、劣勢された。ありがとうございます。